2024年2月、おもちゃの動画チャンネル新着動画ランキングベスト3だよ。3番はこの動画だよ。じゃん。これは木のままごとおもちゃで、これはナスかな。これとこの2つを合わせて、こんな感じで形合わせしていくよ。それじゃあ今度はこれかな。これは何かわかるかな。大根だよね。大根は白いこの先っぽ、これをこうやって形合わせしてあげると大根完成したね。ナスの隣に、そしてこれは何かな。これはかぼちゃかな。かぼちゃ、この同じような形をこうやって合わせてあげて、よし、これでかぼちゃ完成。そしてこれはりんごかな。ここに葉っぱがついているよ。りんごの下の部分はどれかな。あ、これは同じ色だよね。これをこうやって合わせてあげると縦長のりんごができたな。そしてこれさくらんぼだね。さくらんぼはそのまま一房に2個ついている。あ、ここが磁石になっていて、こんな感じでくっつくようになってるんだね。そしてこれは黄色いバナナかな。バナナはこの先っぽこうやってくっつけてあげて、もう一つこっちの方にあるかな。この奥のところにあった、こうやって3つつなげるとバナナだね。バナナができたよ。そしてこれはスイカだね。スイカ薄く切ってあるよね。こんな薄いスイカだよ。そしてこっちにもスイカがあって、この真ん中のところに磁石があるから、これをこうやってくっつけてあげる。これでこんな形のスイカが完成したよ。そしてここのところに同じ模様の、これはミニトマトかな、ちっちゃなトマト、これもこうやって合わせてあげて、ちっちゃなトマトが完成したよ。そしてこれは何かな。この棒と棒をくっつけられないな。こうやってくっつけられない。これはこれかな。これとこれ模様も一緒だよね。こうやってくっつけてあげて、よし、完成だよ。それじゃあこっちのこれは棒なのかな。これはここのところに磁石があって、こことここをこうやってつなげてあげて、棒の先についた飴になるのかな。3番の動画は面白かったかな。それじゃあ2番はこの動画だよ。じゃん。これはパズルだね。アンパンマン号があるのかな。あ、こっちにはお猿のジョージもいるんだね。2つのパズルのサイズがだいぶ違うから、大きいサイズをちょっと集めていこうかな。これがお猿のジョージの方かな。よし、これがジョージの顔だよね。顔の下の部分はこれかな。大きな口で笑っているよ。こうやって笑ってる顔だね。そしてこれは帽子のおじさんかな。あ、でも帽子のおじさんここにもいるね。2人いるのかな。これがジョージっていう名前が書いてあるんじゃないかな。そしてこれ真ん中のところにこうやって合わせてあげて、ジョージになったね。こっちの方はキュリオスって書いてあるのかな。こうかな。こうやって、よし、これでいいかな。この下のところに、あ、ぴったり合わさったね。そしてこれはネクタイだね。この帽子のおじさんのところの下の体のところかな。こうなってるよ。そしてこれは大きな手がなんか
あるような気がするけど、これではないな。こっちの方、こうか、こういう向きかな。こういう向きでお猿のジョージが手を伸ばしているのかな。そうするとこうやって、あ、ぴったりこっちの方は合ってきたね。そうするとこの逆の手がこういう風に伸びているのかな。こうかな。こうやって両手を広げているんだね。そしてこれはどこかな。ここにこうやって、あ、はめてあげると、このテレビの中でジョージが帽子をかぶっているんだね。そしてこっちの上のところにもテレビに映ったジョージはバナナを食べているね。そして真ん中のところがこの風船になっていて、よし、これでジョージのパズルは完成だね。じゃん。それじゃあアンパンマンのパズルの方を組み立てていってみようかな。ここのところにポッポちゃんがいるから、このポッポちゃんのパズルを組み合わせてあげて、そしてこれは SL マンかな。 SL マン、こうやってつなげてあげると、ここのところに汽笛の部品が来てるのかな。そして SL マンの顔がこうやって合わせてあげると、これで完成かな。そしてこの下のところにポッポちゃんの汽笛があって、こうやってあげるといいんじゃないかな。そしてここのところにカレーパンマンとかいるな。これがカレーパンマン、そしてメロンパンナちゃんだね。ここのところにこうやってはめてあげて、よし、いい感じだね。いよいよ一番の発表だよ。一番はこの動画だよ。じゃん。まずは野菜と果物とかに分けていこうかな。これは玉ねぎ、玉ねぎだよ。玉ねぎは野菜、ここに入れたよ。そしてこのナス、ナスも野菜だよ。野菜を集めていこうかな。そしてブロッコリー、ブロッコリーも野菜だね。それからこのキャベツ、キャベツも野菜。野菜結構たくさんあるね。こっちの方にこれは玉ねぎ、色が違う紫の玉ねぎだね。これも野菜。そしてこっちの方に人参、人参があるね。人参も野菜だよね。そしてこれきゅうりだね。きゅうりも野菜だし、あ、また人参、人参がいたね。人参は野菜。そしてあとはキノコ、キノコは野菜でも果物でもないかな。あとは、あ、これは新しいのだね。かぼちゃ、かぼちゃだよ。かぼちゃは野菜。そしてあと、あ、こんなところに玉ねぎ、玉ねぎがまたあったね。野菜だね。うん、それじゃあ果物の方に行ってみようかな。果物、これはブドウだね。ブドウ、ブドウは果物。そしてこれはみかんだね。みかんも果物だよ。そしてこれはレモンっぽいけどライムかな。色的にはライムだと思うな。ライムも果物だし、このレモンも果物の方に入れようかな。そしてこれはリンゴかな。リンゴも果物だよね。果物も結構たくさんあるな。あ、これトウモロコシ、トウモロコシはこっちの野菜の方だったね。野菜もまだまだあったんだな。そしてこれは桃だね。桃も果物。それからこっちの方にあるのがいちごだね。いちごも果物の方に入れて、そしてこれ
これは面白い形だよね。これ洋梨かな。洋梨も果物だね。そして、あ、こんなところに、これはスイカだね。スイカ、スイカも果物だし、それからこっちの方にもこのイチゴ、イチゴがあったよ。あとはこれ、これはみかん、オレンジかな、オレンジ、果物だし、あ、バナナ、バナナがいた。バナナも果物だね。よし、あ、こんなところに桃、桃がまたあったね。桃、色がちょっとさっきのと違うよね。桃、桃も果物に入れて、これ多分果物だと思うんだけど、何の種類かな。これはみんな分かったら教えてね。今月のベスト3はこの3本だったよ。チャンネル登録もよろしくね。それじゃあ今月も新しい動画でまた会おうね。